絵本料理作家が始めた惣菜店が沼津市にオープンしました。調理のコツなどが描かれたユニークな絵が店内に飾られています。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。頭に目玉焼きを乗せ弁当箱の上でダンスをする陽気なハンバーグおじさん。弱火で火が通らなかったため肌が荒れてしまったプリンちゃんです。沼津市に惣菜店をオープンした絵本料理作家の久保地さんです。調理方法を説明した紙芝居を見せた後、実際に料理をするユニークな教室を開いています。惣菜店を開いたわけは、食事の時間って1日に3回あると思うんですけど、簡単に済ませるだけのものにするのは簡単だと思うんですけど、それを3回とも楽しいものに変えていってもらいたいので、作ることも食べることも楽しくしていってもらいたいなという気持ちを込めて作りました。紙芝居を見せてもらいました。久保地食堂一押しハンバーグのお話です。今日はハンバーグおじさんの秘密を教えてあげるね。ハンバーグおじさんはとっても楽しい人で、いつもノリノリで元気いっぱいだ。僕も一緒に盛り上がっちゃう。ハンバーグおじさんは帽子をたくさん持っていて、これまたその日の気分で変えているらしい。君はどの帽子が好き？なんかハンバーグだよって言ったら子供とかイエーイみたいな喜ぶので、ノリノリな感じで楽しい陽気なおじさんにしました。お店に並んだお弁当からもハンバーグおじさんは現れるでしょうか。一口いただいてみます。いただきます。肉汁が口の中に広がっていきます。ハンバーグおじさんが僕の口の中で喜んで踊っています。絵本料理作家のお店には10品ほどが並びます。おいしいものをもっと楽しく食べてほしい。久保地食堂は紙芝居の主人公がお惣菜に姿を変えて私たちを迎えてくれます。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。